こちらです。今日は多分ミッキーに会えると信じて、ちょうどね、ミッキーのこれのあのミッキーさんのね、妻のあれ奥さんでいいんだよね、そうコスプレをしてきましたね。よろしくお願いします。はい、これまでのお話、ネバーランドで空を呼ぶ会に再会する。しかし彼女は心をなくして眠りにかけていた。彼女の心を取り戻すため、リクはハンドリスの力を利用するというのが、これすごかったのね。空の説得も通じず、リクは会を連れ去った。行き先はホローバスチオン、魔女のマレフィセントの城。マレフィセントは心に闇を秘めた者たちと手を組み、何か企んでいるんだ。ブック船長もアグラバーの支配を目論んで、ジャワーもみんなマレフィセントが信じて動いていた。さらに今やリクも、マレちゃんの目的は一体何か。アリスやジャスミンがさらわれ、会が連れ去られたのも、マレちゃんの仕業なのだろうか。またマレちゃん一味はキーブレードも狙っているらしい。さらわれた少女たちの鍵穴、そして鍵にはどんな秘密が隠されているのだろうか。その答えを求め、空たちはホローバスチオンを目指す。アラジンやピーターパンと出会いを通じて、少しずつ強くなった心が、空の武器、闇の力に打ち勝って、カイリーを助けるまで、空の旅は終わらない。っていうね。自分を刺して、そう、鍵を開けて、助けようとしたっていうね。衝撃な事実。はい、賢いメンドリ君です、これは。うん。更新されているだと、王様に使える魔法使い、魔法の技術が優れているが気が短くて頑固。失敗する。鍵を持つ者に同行しようというミッキーの言いつけのため、一度は空の元を離れた。しかし、空との友情を捨てられず、くそ。今思い出したわ。そうでないです。ダックに裏切られたの。マジダック。お様が鍵持ち者についてかいとか言ってんのよね、とか言って。王様に逆らっても、空と共に行動する道を選んだ。まあ、一回裏切ったよね。こっからもしかして本編であそこに行けるようになるのか。そして犬もあそこにいる。あー、ジロー行けなくなったな。あ、もう一度ホローバスティオンに犬を探しに行きたいんだ。あそこに舞い戻ろうってのか。そいつは無理な相談だな。うん、無理なの。あー、スパチャありがとう。よくわからんがハートレスが大増殖してやがるんだ。もう、すごかったよ、他のとこも。この船じゃとても突破できない。じゃあ、どうすればいい？急がば回れっつーだろ、ん？新しいナビゲーションを船につけてハートレスがいないルート通りゃいい。なるほど？それってどこ？地下洞窟だ。地下洞窟。さっきんとこ。9年前、この町にたどり着いた時にな。いつかこんな日が来るんじゃねえかと思ってしまっておいたんだ。しまっておいた。シド。シドの船。でもまさかお前みたいなガキが使うことになるとはな。地下洞窟行きます。ん？見て、不思議な壁画。あれにファイヤーですね。眺めていると吸い込まれそうになるの。吸い込まれるってこと？ん？ファイヤー当てるってこと？これなんだかこういうところってドキドキするね。え？ファイヤー当てるってこと？うん？あ？光？ナビ組を手に入れた。これか！ナビ組、あ、月になった。ところに戻ろう。少し休まなきゃ。うん。闇の奥の光か。ああ、ばあちゃんのおとぎ話。そっか、ずっと一緒だったもんね。うん、笑っちゃうよな。世界中探し回ったのにこんな近くにいたんだもんな。ま、もういい感じだ。会えたからいいけど。うん、あとはリクだけか。リク、また三人一緒に笑えるかな。リクの心は闇に。俺だってハートレスになったけど、カイリが助けてくれたろ。うんうんうん。深い闇に飲み込まれていたんだ。真っ暗で何も分からなくて、自分のこともみんなのこともどんどん忘れて闇に吸い込まれそうだった。でもカイリの声が聞こえて目が覚めたんだ。カイリのおかげだよ。あ、そういう感じなんだ。私は空を忘れたくなかっただけだよ。
そうか。空を忘れたくない思う気持ち。心のつながりが光になって、闇の奥まで届いて、俺の心を助けてくれたんじゃないかな。心の光。どんなに深い闇でも、その奥には必ず光がある。うんうん。あれは、おとぎ話なんかじゃないんだ。リクを助けに行こう、光。カイリは来ちゃダメだ。どうしてよ。これ以上危険な目に合わせられない。今までだって、一緒にいたから危険だって乗り越えられたんだよ。一人の方が不安になるよ。カイリ、離れても僕らはもう一人じゃない。おお、そうだろ。心が繋がってる。まあ、そういうこと。あ、そっか。そんなこと言っていいの？大丈夫？持ってって。え？大切な桃になんだから、絶対返してよ。完成したのか？必ず返すよ。約束だよ。約束する。生きて帰るってことだよな？忘れないで。私が、いつでもそばにいること。え、何？意味深すぎる。心の中に約束の守りを手に入れた。約束の守り。ソロ帰りすまない。リクか。ここは死の世界。闇の中に囚われてしまったのか。まだ消えるわけにはいかない。もう一度ソラと帰りに会うまで。おお、リク聞こえるかい。もうすぐそこに行く。あ、ソラ。もう一つのキーブレード。こちら側のキーブレードを手に入れ。違うな、アンセルか。君にもずっと語りかけてたんだ。でも心を覆う闇に蝕まれて届かなかった。誰だかわかるかい。君の心は闇に打ち勝った。でも体は取り戻せなかった。阻まれて、だから奪われた心が集められたこの闇のそばに心だけは取り残された。俺はどうすればいい。これから現れる闇の出入りする扉、僕らが出入りすることができないその扉を両側から閉じるためには、二つの鍵と二つの心が必要なんだ。空と、陸が必要ってこと？もしかしたら君も僕同様そのためにここに来る運命だったのかもしれない。僕？運命、何でも知ってるんだな。だったらもう一つ教えてほしい。空とカイリは無事なのか？彼らの心は、君自身が感じるはずだ。相手が自分にどう映るかなんて、自分の心次第なんだ。おお、ありがとう。あ、え、復活したぞ、この言葉で。誰なんだ。いいやつだな、こいつ。海を見つけてきたようだな。取り付けてやるから待ってるよ。ナビゲーション組はきっちり取り付けといてやつ、いつでも出発できらん。すまねえな、そら。いつもいつもおめえばっかり危ねえ目に遭わしちまってよ。ええー、やで。行くな。最後の犬も集めてくるぜ。あ、やべ。ビースト先輩。ベルは、まだ、あの城の中にいる。おお、捕まえたの？ベルは自分の意志で城にとどまっているような。自分の意志？心が囚われたのかも。他のプリンセスたちもこの地のどこかにいる。なや、会って話せばわかるじゃん。ハートレストームの真っ只中に乗り込むのか。よし、私も力を貸そう。ん？あれ？え？ムービー？ベル！おお、ベル！感動の再会のはずだけど。鍵穴を閉じに来てくれたのね。でも気をつけて、ベル反応薄くね。でもなんか
この奥には闇が渦巻いているわ。今は私たちの力で閉じ込めているけど、私たちの力、プリンセスパワー、もう保ちそうにないの。俺たちに任せてくれ。すごい、プリンセスの力で封じ込めている。あれ、ベルどこ行った？え、こうやってなんか一人一人なんか救っていくのかな。え、あなたに渡すものがあるの。このこれを使って闇に立ち向かって、彼のようにね。彼、ラビアンローズ。ラビアンローズ、ラビアンローズ、宇佐田ひかり。攻撃力は高く、あー、おしゃれだ。クリティカルヒットも連発。え、攻撃力やばくない？弾かれにくい。特性まで備えてる。え、ラビアンかな、使ってみっか。え、これプリンセス一本一本くれんのかな。どうだ。あ、なんか攻撃強くなった気がする。いけ、タ、ハ、エ、クラエ、ウィ、タ、エ、ハ、エ、落ちろ落ちろ。あ、ちょ、やばい、バトラが落ちる。なんだあいつ。あ、待って、あ、お、プリンセスたち。やばい、襲われるかも。シンデレラさんだ。やっと来てくれたのね。待っていたわ、勇者さん。アーセムはどこにいるんだろう。もういないわ。鍵穴が現れた時のことです。深い闇が溢れてきて、オーロラ姫さん、アーセムは闇に飲まれて消えてしまったんです。アーセムが姿を消しても闇の流出は止まらなかったの。だから私たちの力で合わせて食い止めたよ。あの時のアーセムの顔忘れられません。え、ビキプリンセスがそんな力を見たの？ん？闇に包まれる瞬間彼は笑っていた。闇の世界にしたいから。ああ、ああ、なんかね、いろんな五世代が。そら急いで、鍵の中で闇が溢れそうなの。私たちの力じゃ闇を防ぐだけで精一杯なの。でもそれも長続きしそうにないわ。わかった、すぐに閉じるよ。よろしくね、キームレードの勇者さん。私たちもできるだけ頑張ってみるわ。急がないと鍵穴からハートレスが出てくるかもしれないわ。そら、鍵穴お願い。私たちはもう限界。どういうパワーで封じ込めてんの？あの鍵穴からすごい力伝わってくるの感じない？ちょ、霊感ないからわかんないかも。犬どこだ？おーちゃんいませんか？お、お、ここじゃない？あんた、あんた、うちの犬いました。これだよ、うちの犬だよ、これ。え、気づかな？ん？うちの犬知りませんか？この上か？あ、この辺にありそうじゃない？あれだー！いや、あったぞ、あったぞ！ほらー！あった、なんか、ほら、プリンセスブッティいるじゃん。え、こんなとこあったっけ？え、杉去りし、思い出、え？犬は？あの、杉去りし犬は？あの犬、あの犬、あ、待って、いるが。いや、こんなこそ犬だろう。あー、いた、コンプリートしてよ。トップブリーダー、ブリーダー、別に育ててねえが。やったー、犬コンプしたよ。お、な、何がいるのこれ、何これ。え、何、なんか当てないとダメ、特殊あやつ。犬無事ですか？厚み直しじゃねえか。おい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 。レアハートです。あー、ドードコード、すごい、101匹いる。あ、なんちゅう顔してた今。父親の顔してた。まあ、あー、そこへ詰めとくんじゃないよ。いやー、全部揃った。
入ったなって顔してる。あ、みんなお礼言いに来た。え、曲がかわいい。どんなご褒美くれ、でこって。母親がなんか怒ってない。ん、あ、イヤノガになった。え、グミ基本セット、え、なんだそれ、グミ基本セット。ここじゃ見れないのか。ちょっとみんな一通りの部屋を。ちょ、お母さんもう怒ってるの。ね、家出しちゃうよまた。グミ基本セットなんだ。一通りもらえたよってことか。おーおーおー、え、アレックサンダー。おー、デスケ、デスゲイズ、いたねー。アトモス、アラウンダイタイ。あ、セイレンかわいい。インプ、あ、アーリマン、アーリマン。いやー、確かにボムもボムだ。え、かわいい。シバ、シダモネル、これがハイエンド。え、どれが強いんだろう。ねめ、シダモネルかっこいい。あ、パーツ足りないみたいだけど、このまま制作するけど足りねえのかよ。ゼペットモデルは、あ、ゼペットじいさんモデルできるんだ。キュール、おー、でかっ。うん、こんだけ集めたのに足りなかった。あ、なに、神穴を閉めよう。燃えてるけど。ついにやったな、ソラ。ん、レオン、レオン、みんなやっぱ来てくれたの。どこにいるの。あ、わあ、当たり前のようにいる。どうしてここに。シドの船でね、ハイウィンドですか。みんな子供の頃にここに住んでた。パラレルワールド、ホローバス2に住んでたんだ。一目見たくなって。予想以上に荒れているな。昔は平和な土地だったか、ここに。大丈夫、アンセムを倒せば全部元に戻るよ。君たちの世界もきっと。本当か。でもそうしたらお別れだね。元に戻った世界、昔みたいに離れ離れになるから。そっか、みんな自分たちの世界に帰るんだよ。レオンたちと別れちゃうの。ならグミシップで会いに行くよ。そういうのもできなくなるってこと。そりゃ難しいな。ほら、前は他の世界のこと誰も知らなかったでしょ。世界と世界バラバラだったから、繋がってない世界になっちゃうってこと。誰も通れない壁のせい。今はハートレスのせいで壁が崩れたけど、その壁も元に戻っちゃうんだよ。おそらくグミシップも使えなくなる。そんな、じゃあみんなとも会えなく、そんな。もし会えなくなったとしても何もかも忘れるわけじゃないさ。おお、心でってこと。心が繋がってたらまたいつか巡り会える。でも寂しいよ。あんたのことは忘れたくても忘れられないよね。嬉しいけど。どういう意味だよ。シュワー、何すか。早く鍵穴を閉めて。あ、ちょっと待って、みんな、もしかしたらもう会えないかも。頼む。待って、ちょ、みんな、待って、まだ喋ろうよ。あ、閉めていいのか。もう閉めるしかないもんね。あ、しまった、音した。ガチャン。しまった、プリンセスたち、ありがとう。ソラ、これでこの世界を覆っていた闇の力も弱まっていくと思うわ。
でも気をつけて。時空の彼方にとても大きな闇が現れたの。世界を飲み込む闇の中心です。アンセムはきっとそこに向かったのでしょう。だったらグミシップで乗り込んで、アンセムもハートレスもまとめてやっつけにやるさ。さすがキーブレードの勇者ね。じゃあ私たちの勇者さんに闇を振り払う力を送るわ。炎の力を。ファイゴだ。お願いソラ、あなたの勇気でみんなが帰る世界を取り戻して。闇が消えればみんなは世界が消えた時にいた場所へ帰れると思います。じゃあ帰りも島に。ええ、そのはずよ。もちろんあなたも。俺はリクとウザモンを見つけるまで帰れないよ。そら、あなたにも読んでおいた方がいい。え、読むって何を？アンセムレポート。アンセムレポート、この書庫にあったの。多分マレちゃんが集めていたもの。アンセムレポート1だ3もあやこ。大量大量大量。そう、え、人の心に潜む闇、その正体を暴かねば。数種類の実験を行う。人の心の闇を取り除く実験。どうやるの？純粋な心に闇を発生させる実験、闇を制御する実験と逆に増幅する実験。ところが心の領域に手を出した途端、被験者の心はことごとく崩壊してしまった。強い精神力を持つと思われた者も例外じゃない。心とはなんと脆いのか。治療を施した者の彼らは回復する兆しを見せず、完全に心を失った。そんな痛ましい姿も神に見せるわけにはいかない。私は彼らを城の地下に幽閉した。まず心の実験とか言って、なんか純粋な中学2年生にこうなんかヘハンヘリオンとか呼ばしたりとかしてね、なんか闇なんかこう闇をこう心に巡らせて、それで回復しなかった。それからしばらくの後、城の地下で奇妙な存在を消したす。そいつじゃねえの。闇から生まれ出たような生物ハートレスこと。いや、あれは本当に生物なのか確証はない。あれは一体何者か。心を残した者たちのためなんだろうか。で、2がちょっと2流れ見とこう。0長い時間かけて、アンセムは多くの知識を身につけて、アンセムの知識が力となってこの世界の平和を守ろうっていうことを疑うものはない。で、人々は笑顔を絶やすことなく私を尊敬してる。だが賢者と呼ばれてるアンセムには分かんないことがある。人の心の奥深くには必ず闇があって、どんなに純粋なものの心にもあるようで、たった一かけらの闇がきっかけで大きく膨らんで心のすべてを闇に染まってしまったりを見たことがある。闇、心の闇、どっから来てどこに行くの？闇に囚われた者どもがこの世界の平和を乱す前にどうにかせねば。それを知るために純粋な中学2年生を実験台にしてしまって、地下に閉じ込めて、なんか生まれたと。で、2が城の地下深くの暗闇にうごめく影。で、あれは実験隊だよね。実験した者たちの末路なんか。あるいは心の闇だと喧嘩したのか。おや、アンセムがやってたんだ。で、私のね、超絶能力、知識を持っても答えは出せない。で、確かなのはあれが一切の感情を持っていない。喋んなのね。おそらく彼らの正体や目的が判明すれば心の謎とか鍵が見つかる。で、さらなる研究を続ける。幸いサンプルの数に加われる。やばくないか。彼らは次から次へと発生してる。あ、ハートレスが次から次。うん。で、ハートレスは複数で出現した。さらに増殖する。無限湧きね。で、数、種のサンプル、数種のサンプル、生物、無生物を与えてみると、生物のみに反応した。ハートレスは生物から何かを吸収して、何か吸収して、さらに増殖。そして対象となった生物は跡形もなく消滅。ハートレスは生物から何を吸収しているのか。私は彼らが心を奪っているのではないかと考えちゃってる。ハートレスは心を残したものから生まれ、他の生物から心を奪って増殖する。ハートレスに奪われた心は新たなハートレスを生み出す糧となる。確証はないけど、私は自説に自信持ってる。さらに、大量の生物を与えて検証しよう。大量の生物って。また、ハートレスの行動原理について研究を進めなければ。感情を持たないと思われている彼らが、だが知性はあるようだ。しかしコミュニケーションの方法がわからん。ふと思う。あれは私が長年追い求めてきた心の闇そのものではないか。ハートレスの行動原理を探るため一体のハートレスを選び、行動の数として、で、触手を、ね、揺らしていたが、やがて目標を感知したのか、城の奥を目指して歩いた。で、やがて城の一番最深部に到着すると、さらに何か探すかのように触手を匂いを刺して、すると突然奇妙な扉が出た。ああ、で、鍵がかかっている様子がないから自ら扉を開いた。あれ何だったんだ。扉の奥で見たものは私の知識を超えてた。非常に強力なエネルギー体。その正体は一体この夜多数の流星を観測、扉を開いたことと関わりがあるのかな。ハートレスが目指した扉の奥には巨大なエネルギー体が存在しました。うんうん、それ何なの。おそらくあれこそがハートレスの最終目的。その正体は何か。ハートレスは修正を求め仮説を立てました。生物の心を奪うハートレスが求める非常に巨大なエネルギー体。あれもまた一つの心。確証はない。しかしあの巨大な力を感じて私はすでに確信している。確証はないけど確信しているってのは歌の歌詞みたいな。あれは世界の心なんだ。ハートレスたちは生きとし生けるものの心のみならず、人間以外にも、人間のハート以外にも世界の心までも奪おうとしている。それこそがハートレスの真の目的である。だがハートレスは世界の心を奪い取って何をしようというのだね。扉を開いた、あ、そう、無数の流星、それを構成していたと見られる物質について検討を進められ、全くの未知の物質やで、弾力性に飛んでおり、あ、これグミのことだわ。グミのことだわ、流星って。で、いろいろ研究したけど分かんなかったで、私が扉を開いたことによって初めて地上に降り注いだってことか。あの、手の中に、
アーセンの知らない世界があるんかな。好奇心強まるな。世界の外に出る方法は今のとこ存在しないな。私も他の者たちもこの小さな世界に囚われた囚人でしかない。そう見えちゃうんだ。もう病気しないっすよ、考えて。驚くべき事件が起きた。外の世界だ。ただ第5者が彼はある世界を治める。あ、ミッキーだ。ミッキー来たったわ。あの流星の破片、グミブロックと呼ばれているらしい。作った船に乗ってきたわ。私があの扉を開いたことで彼と私の世界を往来できるようになっちゃったわ。ミッキーから実に興味深い話いくつも聞くことできたけど、とりあえず気になるのはキーブレードやで。伝説に現れるキーブレードを大きな力を秘めてるやで。キーブレードを持つ者が世界を救ったとも、逆に世界に混沌をもたらしたとも伝えられている。キーブレードってなんや。鍵、すなわち扉を開く鍵、力。私が開けちゃった扉にも何か関係してんのかな。人の心があるように世界もまた心を持つ。星空に散らばった数多くの世界、その一つ一つに心があるんやで。へえ。それぞれの世界に存在する扉の奥にはその世界の心が隠されている。ハードレスはそれらの心を求めてる。心の闇から生まれたハードレスがより大きな心へ回帰しようとしているのではないかな。心がここ闇がさらに大きな心の中に帰る。そうだ、ハードレスは心から生まれた闇の故郷、それは心だ。ハードレスは心から生まれた闇の故郷、それは心だ、うん、闇の故郷に帰るっていうこと。世界の心の奥底、そこはハードレスの世界なのか。私にはわかんねえ。ならば確かめればいいよかろう。そこには必ず答えがある。私が追い求めた謎の心の謎の世界の心に触れたとき、私は全てを知るものとなるであろう。なすべきことは決まっている。鍵となるキーブレードを持つ者を探して、そしてプリンセスたちを、さらにもう一つ闇に隠された心の謎を探るためには、私の体は脆すぎる。私は行かねばならない。この体を振り捨て、さらなる高みへ、闇の奥へ。体を捨てるってなんだ。自分のにキーブレード刺してガチャってやったか、それともなんか何かしたか。やっぱ人間の体は脆いから捨てて持つ最強になってくるはアバよってことでしょ。都合がいい時にリクの体操れたのか、魂みたいになったってことね。なんか都合よくなんかこうリクの闇に囚われたものの体を乗っ取れたのかな。これ最後のワールド、闇の世界みたいな、エンドオブザワールド。ボカロP のなんか曲見て、トップイース。え、なんかすごく静かだよ、大丈夫？なんか浮いてるけど。オブザワールド、かっこいい。ハードレスにやられた世界の破片だよ。破片？あ、ところっぽいのもある。アンセムをやっつけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。ここはハードレスの世界だから。え、じゃあ俺たちも消えちゃうの？でも平気だよ。何？世界が消えても僕らの心は消えない。心？心があれば友達のところに帰れる。そういう感じなの？信じてるよ。信じてる、グミ。うん、うん、そうだな。そうだね、これがあるもん。必ず返すよ。うん。ストーリーテロ、この裏にね、あの秘宝がね、いけないのね。あ、はい。これは何？あ、ここ。あ？ん？おお、ここは、ここは、アンセブは、アンセブはどこにいるのかな？僕に鋭角があるぞ。一番危険性やとこに思い切って飛び込むんだ。なんで？なんでそんなこと言う？一番危険そうなとこにアセルがいると。あそこやん。トントン、メテオストライクを手に入れた。メテオストライク、強いのでは。え？なにこれ。あーでも MP、 うーあーでも攻撃力高い。バトルに特化、最も高い攻撃力を備えた常。え、時折クリティカル引っ込む。どうなんだ。でも殴りは本当に強いってことだよね。もう地道に行こう。お邪魔すんな。お邪魔す、邪魔すんな。ちょ、どうなと、ずっと怖いだ。これが一番危険なとこ？お、なんか、あ。真っ暗。
闇だ。あ、宝。普通にある。え、終わり？え、マッシブバンパーを覚えた。マッシ、小ぶりですが、最も高い攻撃力を備えた盾。すげえ！すげえ、マッシブバンパー。うわあ！おう、心より生まれ落ちたる、心なき闇の子ら。なんじらすべての世界を喰らい、果てる世界と、な、さ、しめよ。な、なんじらすべての心を集め、大いなる一つの心とせよ。一つにしてすべての心、すべてにして一つの心。すべて合体しろってこと？すなわち王国の心。キングダムハーツ、王国の心、それこそは大いなる心。秘めたるは大いなる闇。え、キングダムハーツってやばい意味だったとんでもねえな。王国の心、光を封じる一つの闇へ。今こそ帰れ、闇の子よ。キングダムハーツを開くは闇を持たざる心の力。闇なき心は世界に7つ、7つは鍵穴、そして鍵。2人が闇の扉を結ぶ。2つの鍵が扉を結ぶ。光を封じる闇への扉。光あるものを通さぬ扉。闇より生まれし、闇のみが扉をくぐり回帰する。真珠、心の中、真珠の闇の中心へ。おう、心より生まれ落ちたる、心なき闇の子ら。闇の扉が開く時まで、ありとあらゆる心をむさぼれ。お、ここ。わあ、落ちてるよ。どういう顔やねん、ドナちゃん。落ちてるけど、ティンカーベルの力で浮いてんのかな。え？でこ。もしかしてあなた、こ、た、へや、え、た、た、そりゃ、あ、ひろい、え、どうだ、うん、え、わー、わ、痛い、た、た、そりゃ、た、え、これディズニーのファンタジアってやつの映画の、どうだ、わ、え、あの、敵か、敵なの、え、こんなところ、え、おろろもどい、やったー、やったー、さようなら。ナイス。あ、羽も燃えている。これが闇の世界。扉を開く。ドクドク。え、生まれたところ、故郷、デスティニーアイランド。ここは俺たちの島。え、な、え、バカする、ん、しおれてない？ラスボスはバッカなんでだ。だからここに、え、この世界はつながった。アキオさん、お、なんだ、闇とつながった世界。
アンセム。間もなく光を失う世界。吸い取っちゃってる。お前には何もわかるまい。お前は何も知らない。汚染されてる。お前にはわかんないし。何も知らないものが何を見ても、そう、何も理解できまい。そんな、それでもぐちゃぐちゃだ。え、リック、アンセム、それともよリック、ん？形はリックだ。わ、ボロボロだ。リックさん、ん？見るがいい、この小さな世界を。温泉。海に囲まれた牢獄と同じ、うん、自由な心の持ち主には狭すぎる。だからこそこの少年は新しい世界を求めて、あまたの世界を渡る力を求めて、心を闇に染めたのだよ。返してよ、うちのリクを。うわ、乗っ取られてる。リク、無駄だ。いつはスモールワールド。お前の声は届きはしない。小さな心はもう闇に帰った。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。心に芽生えた小さな闇がやがて心のすべてを飲み込む。それが心のあるべき姿。あらゆる心は闇に帰るべきなのだよ。そう、心の真の姿とは闇だ。闇じゃない。お、いたね、光だ。弱いかもしれない。闇に負ける時だってある。うん。でも闇の奥には光があるんだ。主人公、ゆったりゆったり。その光もまた闇に溶けるのだ。無知なる心よ、暗闇で眠るがいい。うわ、怒った。うわ、来た。アンセム。さあ、どうだ。お、水のグレージュ。どこい、そりゃ。違うか、あとちょっとなんで、あと1ミリ。よし、どうだ、倒したぞ。いや、しよ、間に合うか、間に合ってくれ。どこ行くね。この島もう終わる？崩れてきた。もうミッキーに会ってないよ。どこにいんだよ。あ、まだまだ生きてる。え、一人？パワーアップした最初のくん、ハートの形が懐かしい。これでもか。おい、いけ。どうしようか。やったー。第三形態。1対1。2対1だよ、これ。死ぬ。癒すよ。おだ。どう？そりゃ。シャドウだ。足を守るぞ。どうだ？それでもか。さあ、そりゃ。うん、うん。さあ、どうだ？はい。やったー。あとちょっとで。うん、食らわした。さあ、どうなる？第4形態あったりして。え？なんだ？ん？実質とも違う。無限に広がる闇よ。
あの闇こそが世界の心、世界の心、キングダムハーツなのだ。おー、キングダムハーツ来た。どうだ、ひとかけらの光も見えまい。すべての心はあの暗闇から生まれた。そう、お前の心も闇から生まれたのだよ。お前の心も闇から生まれた。闇を、世界を覆い尽くせ。おー、何ここ、なんだここ、なんなのこれは。セフィロスみたいになってるけど。どうしたソラ、もう終わりか。リク、脱出しないな。リク助けて、どこにいるの。そうだ、二つの鍵がないと。浮いた。おーおー、ゼビロス思い出すぞ。浮いたぜ。癒しよ。どうだ。闇のここガードできない。空中だから。あそこあり、あここあり。ほら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 、どうだ。倒したか。倒したか。まだ。何？ハートレスのマーク。ハートレスのマークがついた。天然ハートレス。闇の心。さあ、とどめだ。どうだ。これ何？さあ、さあ、さあ。どうだ。おお。これは心臓かな。コアみたいな。うん。うわ。今度は何が来る。あとはボスを殴ればいいのか。わあ、ここにいたの。寝てたよこの子。守られてるの？闇の穴？え？アンセムに鍵でもかける？はあ！ウーミーたちこんなとこにいたの？全部やったか。あ、え、た、せや、は、せや、え、せや。おお。ドアみたいのがいっぱいあるのかな。どんどん怖いそう。っていうことはドナがいる場所もあるの。おお、一緒に仲間が増えていくのかな。ここにリクもいるのかな。あ、この口に入るってことね。あの開けてみるの。ほら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 。爪で開けて。あかんかい。あれ、あ、いた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 。この中にダックがいる。闇の穴。あ、いたいたいた。ダックおった。3人揃うとか良いよか。それともリクがリクにいるのか。いけ。ここやね。
柔らかい。いけ、そりゃ、どうだ、いけ、どうだ、ボコ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 、よし、開いたり、無事だった。え、まだ生きてる。無駄だ、お前ら生きてる。キーブレードだけでは闇の扉は閉じられん。リクがいないと。キングダムハーツよ、私に闇の力を。またもらおうとしてるの。これを閉じなきゃダメだろ。あ、出てきちゃう。大いなる闇よ。違う、キングダムハーツはどんな闇も消し去ることのできる心。お、光なんだ。おお、光。あ、キングダムハーツは光。いい意味だった。あ、浄化されてる。いや、びっくりするわ。なぜ光が。研究の結果闇だと思っていたのが実は光だったと。うおー、キングダムハーツやばくなかった。扉を閉めよう。お、おお、重そう、硬い、閉まんないだよ。ん、おお、なんだ、遊びしてる場所だよ。頭挟まる。ん、うわ、闇の集結。ハートレスが。ダメか。諦めるな。何してる、ソラ。え、一緒にこいつを閉めるんだ。わかった。そっちから。え、でもそっか、向こうから閉まんないか。こう二つのキーブレードで閉めないといけないから。でもリンクが危ないよ、それじゃあ。ああ、諦めんな、ヒル。え、リク、大丈夫？お、ん？あ、な、なに？やはりミッキー王様だったのか。うわー、やばー、わー、そんな笑顔で大丈夫な。王様まで閉じ込められたの。
けちゃった。あーメインテーマめっちゃいい。あー閉じちゃった。若い時というかちっちゃい時か。わあ兄弟みたいに育ったぞ。はあ。え助かんないのかな。ゴイ。いや、飛ばされた？ん？心で繋がってか来れた？ああ。ミニ、え、そうなんよ、すまない、旦那さんが、あ、え、あれ、これ見たことない映像だよ。ん、道具屋さんが帰ってる。うん、道具屋さんが。レオンは別の世界、ああああああ、やりたかった。待って、何話してんの。デート一回。やばい。返せんの。うわ人間になった。おおよかったな。あ正直に
正直になんかいいこといっぱいしたのかな。あーよかった、プリンセスをラケー、おおすいません、なんかラブラブすぎる。ああティートと違う、今日もブリッツボールしてんのかな。ベネル、オーロラ姫に白雪姫、シンデレラ、アリス、ディズニースクエア、すごいコラボだ。終わった、ファイナルミックス、キハー、映像来るのかな。来た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 、歩いてる。うん、あれ帰ってきたってこと？あ、じゃあ、じゃあ3人どっか歩いてる。リック王様を迎えに行かなきゃ。迎えに？でも光への扉なんてどこにあるのかな。あ、シップロードシコニー。あ、はん、え、あ、共演大丈夫？今までどこにいたんだ？大丈夫。それ、王様の。ん？お前、王様の手紙？王様に会ったのか？え、無視してる。つまり、王様が、みんな、帰ってる？てか、いるそこに。どっか手がかりあんのかな？いや、でもブルーとか、なんかもう、身をついて走ってるから。なんか別人説を出すためになんか下手な走りしなくていいよ、ブーヒー。おぉいるってこと、あっち。え、広くね、これ、うん、どこにいる忘れないでから、あ、これぞ。光への扉を開くのは君なんだ。これミッキーの声では、光への扉を開くの気になる。空が連れ戻したこと、ミッキーたちを、ミッキーとリキを、いつでも開けられるってこと。スペシャルシークレット、アナザーサイド、アナザーストーリー。え、どこだどこだどこだ、シークレット何、は、何これ。ちょ音でかい、ごめんね。え、誰、リク、え、誰、え、ぐらいよすぎてわかんない、ラディ、誰、ハートレス、闇の住人のハートレス、え、復活しちゃったの、何これ、あー、誰、リクなのか、あっちがリクでこっちが誰よ、ひ、ブレ、え、空、なんか言ってる、空はどこだ、どういうこと、なになに、変身、楽園13期、これが真実の世界、俺、彼を見つけなくて、お迎えに戻りました。お、空、一緒に行こう、キングダム初だ、誰、カイリってこと、え、ビギンの、え、何、え、え、待って待って待って、進化しすぎてうわー、思いっきりなんかグラフィックがなんていうか、またまた良くなってるというか、え、何、映画の最後に見せられた続編じゃんこれ。あとシークレット2のやつ、あ、これ2なの、空を迎えに、え、空をあのままどっか行っちゃったってことか、え、わからねえ、いつの時代の何をやってんだよ。条件があった、あ、そうなの、101匹見つけないと出ないえ、普通にクリアするとこれ見れないの、犬って大事だったんだね
ちなみにさ、キングダムハーツってさ、確かなんかこう1の後2やってもなんか意味わからないみたいに聞いたけどさ、何やればいいの？チェインオブメモリー、これだ。待って、これ並び順がちゃんとしてるんだ。あー、やべえ、ネタバレ踏む。待ってくれ、ドナが調子に乗った顔してる。調子に乗ったドナルド。待って、グーフィーもじゃない？あ、待って、その後ろは優秀な虫。え、待って、パトラン大好きでバンビちゃんがいる。ちょっとミッキーと空の行方一生気になってんだけど。